こんにちは。北極グマすっごく暇を作りました山村浩二です。この度はアヌシーでこの作品を選んでいただいてありがとうございます。はじめは、絵本の企画としてこの作品を考えていまして、海の哺乳類の名前を使った言葉遊び、そういった絵本の企画を作っていました。丸くてボリュームのある海の哺乳類を描きたいというのが最初の動機でした。その後12、3世紀の日本で描かれた絵巻物「鳥獣戯画」、それに出てくるウサギとかカエルの代わりに、全て海の哺乳類に描き換えたら面白いかなという思いつきがありまして、それで、長さ137センチの紙を2枚、つまり合計274センチの長さに物語の始めから最後まで時間と空間がこう一続きになっている絵を描きました。でそこからダイレクトに、アニメーションの絵を描いていきました。この黄色い紙に下書きをして、その上に墨と2本のインクで描いています。音楽は今回初めてコラボレーションをするカシオトルコ温泉の皆さんです。短い詩のリズムで海の生き物たちの思いやさまざまな生活をお楽しみください。ありがとうございました。